はい、こんにちは、美容師の小野です。今回はセルフカットでこれをしてしまうと髪の毛がね死んでしまうやり方3つお伝えしていきます。髪の毛は死ぬ、これはどういうことかというと、本来なら髪の毛を切ると傷んだ毛先がなくなりますよね。なので手触りが良くなったりサラサラになったり、これがあるはずです。ですが切ったのになんか手触りが良くない、まとまらない、こういうことがね起こっちゃいます。今回はそれにつながっちゃうやり方3つあるので、これをね詳しくお話ししていきます。じゃあこの3つをねお伝えしておくと、1つ目、使うハサミによってこれにつながっちゃいます。2つ目、切る際のやり方、これによっても起こっちゃいます。3つ目、100均ダイソーセリア、いろいろありますよね。これらの100均にセルフカットに使えるアイテム、ハサミ、すきばさみ以外にもねありますよね。ヘアカッターというのがあります。これを使うと柔らかな質感、収まり良くなったりっていうことが起こりますが、使い方によっては髪の毛がね死んでしまう、これにねつながっちゃいます。この3つのポイントね、今から深掘りしてお伝えしていきます。では1つ目に挙げたハサミによって髪の毛が死んでしまうことにつながるについてです。ハサミというのは世にたくさんありますよね。髪の毛を切るハサミ以外にも、こういうね紙というかペーパーですね、これを切るハサミあります。ちなみにこれでも髪の毛というのはね切れちゃうんですよね。切るというポイントに関しては一応ね、どんなハサミでも髪の毛を切ることはね可能です。ですが髪の毛を切るハサミに関してはやはり髪の毛専用、いわゆるね散髪バサミともね言われてますよね。こういうハサミを使っていかないと髪の毛にダメージが起こってくることがねあるんですよね。ハサミは何でも良いわけじゃないです。これは前髪カットに関しても言えることなので、前髪だけしかセルフカットしない方でもハサミにはこだわってお使いください。もしこういう工作バサミで髪の毛を切るとどうなるのかについて言うと、確かに髪の毛は切れるんですが、厳密に言うとちぎってる感じなんですよね。ちぎってる状態が毛先に残ってしまうと、どん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 ダメージになってまとまりが悪くなって、伸びてきた時になんかここだけ浮いてしまうことがねあるので、使う道具これにはねこだわってやっていってください。ちなみに100均にも散髪バサミありますよね。これ切れ味どうなのかというと、やはりね100均は100均です。そこまでのクオリティはないです。ちゃんとね髪の毛を切るのであれば、それなりのハサミ選んで購入して使ってみてください。詳しくはね概要欄に貼っておきますので、ぜひねそちらを選んで購入してみてください。あとはね、長年使っているとどうしてもね切れ味がね悪くなってしまいます。そういうハサミでも工作バサミでカットしたような現象が起こってきます。髪の毛をちぎってカットとしている、こういうね状態がね起こっちゃう可能性がね非常に高いです。切れ味がいいハサミをねお使いください。では2つ目、このねハサミやすきばさみの使い方、これによっても髪の毛が死んでしまう、これにつながるについてです。どういうことかというと、特にやりがちなのはスライドカット、こういうやつですよ。これによっても髪の毛が死んでしまうというか、ダメージにつながっちゃうんですよね。やり方、これはねご注意ください。美容師さんがやってるとなんか簡単そうにハサミを開いてサッサッサーってやってるように見えます。これをねセルフカットでやるとなんかねいい質感になるんじゃないか、そういう風にね感じますよね。確かにやり方によっては良いね質感にはなります。ですが簡単なテクニックではないんですよね。ではね、どういうやり方が正解なのか不正解なのか、
まずね、不正解のやり方からについてお伝えします。まあ、束を持ちますよね。そしてハサミを開きます。例えばね、こういう束にハサミを当てますよね。このままガッガッガーってやる。これだと髪の毛をどん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 痛めてしまいます。カット終わったら髪の毛がね、パッサパサーという状態でね、なりかねないので、今ね、こういう風にね、スライドカットしている方はね、ご注意ください。これ結構やりがちです。ではね、正解というかダメージなくできるかというと、束を持って、まあ同じように歯を開いて、少しずつね、ハサミを開け閉めしながらやっていきます。そうするとスライドカットになっていきます。常にハサミを動かしていきましょう。もう一回いきます。束を持って、少しずつ少しずつ髪の毛ね、一本一本切るようにやっていかないと良い質感にはね、なっていきません。パッとね、見た感じだと歯を開いてガッガッガッというイメージが強いですが、少しずつね、一本一本カットするように、先ボタンにするようにしていく、これがスライドカットになっていきます。ちなみにね、これすきばさみでやる際も同じです。束を持って、少しずつね、少しずつね、切ってあげていく。そういう風にしてあげましょう。すきばさみもこのように広げて、まあ、ガッガッガッってやらない。これはね、ほんとお気をつけください。では3つ目のポイント、100均に売ってるヘアカッター、これのね、使い方によっては髪の毛がね、死んでしまう、これについてです。こういうようなヘアカッターはいくつか種類があります。どれでも同じことが言えますが、基本的には髪がね、濡れてる状態で使わないといけないです。乾いた髪で使ってしまうとダメージにつながっちゃいます。使う際はシャワーなんかで濡らした状態でお使いください。ヘアカッターで髪を切ると先細になったり、軽やかさが出てきたり、柔らかさがね、出てきて非常にね、良いんですよね。ハサミでは出ない、すきばさみでは出ない質感がね、出てきてくれます。使い慣れてくると最強のアイテムなんですが、ダメージはつきもの。使う際は濡らしていって使っていってください。そして使う際にはあまりね、引っ張らない。切る際も力を入れすぎてしまうと、濡らしてる髪でもダメージしてしまう可能性があります。優しく優しく、そういうように扱ってセルフカットをね、やっていってください。というわけでね、今回お伝えした3つ、これね、今やってる方はね、見直しておいてください。見直していけばセルフカットのね、ヘアスタイルのクオリティがね、どん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 上がってきます。ぜひ参考にやってみてください。ということで、皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。